ました。これよりモータースポーツジャパン2019フェスティバルインお台場メインセレモニーを執り行います。司会を務めさせていただきますレースアナウンサーのピエール北川です。どうぞよろしくお願いします。そしてはい、そして勝俣智也が担当いたします。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、ということでピエールさん、始まりましたね。始まりましたね。本当に素晴らしい、お天気のもと、こうやって皆さんをお迎えできたことが嬉しいですね。まあ、今年はとにかく風が強くないと。はい、はい、いうことで、いいですね。はい、じゃあ早速皆さんもお待ちかねだと思いますので、いろいろな皆さんご紹介してまいりたいと思います。はい、それではまず最初に主催者代表をご紹介させていただきます。モータースポーツジャパン実行委員会日置和夫実行委員長、そしてモータースポーツジャパンスーパーバイザー近藤雅彦さんです。お二方よろしくお願いします。では続きまして、本日のモータースポーツジャパン2019に出演をいたします選手監督の皆さんをご紹介させていただきます。まずはじめに共助カップから伊藤里奈選手、関谷正則さん、どうぞお入りください。大きな拍手をお迎えください。続いて東洋タイヤから川端雅人選手、デイジャポン東インチャノン選手、藤野秀幸選手です。どうぞお越しください。続いて横浜タイヤからは沼田原文夫選手です。続きまして日野自動車から菅原照人選手、菅原義正選手の登場です。皆さん大きな拍手。続いてスバルからです。新井俊博選手、池島美久選手、勝田紀彦選手、久保凛太郎選手、山内秀樹選手、そして辰巳秀治監督です。さあ続いてホンダレーシングから伊沢拓也選手、野尻智樹選手、山本直樹選手です。さあどうぞ奥の方へお進みください。さあ続いてまいります。日産からは佐々木大樹選手、高星光則選手、松田継男選手、平手康平選手、元山聡エグゼクティブアドバイザーです。さあそれでは続きましてトヨタガズーレーシングから蒲生直哉選手、小高和人選手、斉藤大吾選手、谷口信輝選手、土屋武選手、松井孝光選手、宮田理友選手、平木小原来年選手、山下健太選手、坂東正隆監督、そして脇坂純一監督です。さあ本当にたくさんの選手そして監督の皆さんがお集まりになってくださいました。今まだですね続々とお入りいただいている状況ですけれども、はい、どうぞトヨタガズーレーシングの皆さん真ん中あたりでございますんでね、はい、どうぞどうぞ。脇坂監督、そして、坂東監督もう少し、はい、中の方へどうぞお進みください。はい、よろしくお願いします。さあということで皆さんラインナップ整いましたでしょうか。以上の皆様で本日のモータースポーツジャパン2019フェスティバル in お台場盛り上げてまいります。どうぞ大きな拍手を今一度選手の皆さんお送りください。温かい拍手ありがとうございます。さあではメインセレモニーでございますが、まずはこの方にご挨拶をいただきましょう。本イベントのスーパーバイザーを務めます近藤雅彦さんよりご挨拶をいただきたいと思います。どうぞ大きな拍手をお願いします。皆さんこんにちは、スーパーバイザーを務めさせていただいております近藤雅彦です。今年は本当に天気に恵まれて、非常に、いいイベントになりそうな、予感がしております。そして今登壇された選手監督の皆さん、このイベントに本当に協力していただきまして心から厚く御礼を申し上げます。さて近年世界中でモータースポーツが僕は非常に流行って盛んになってきているという実感を得ております。 F1 をはじめウェック、そしてフォーミュラー E、 日本ではスーパーフォーミュラー、そしてスーパー GT、そしてラリーの方もますます盛り上がっているということを実感しております。
ますますこのモータースポーツが世界そして日本で盛り上がれるようこのイベントも もっともっと盛り上げていきたいと思います。このイベントの趣旨であります、一番身近にモータースポーツを感じられる、目で見る、音を聞く、手で触る、そしてドライバーたちとコミュニケーションを取るという楽しいイベントになっておりますので、今日は天気にも恵まれました。最後までゆっくり楽しんでいってください。本当にありがとうございました。失礼いたします。近藤正彦さん、ありがとうございました。続きまして、主催者を代表しまして、モータースポーツジャパン実行委員会日置和夫実行委員長よりご挨拶と開会の言葉をいただきたいと思います。皆さんこんにちは。皆さんの心がけがいいし、我々も心がけがいいんですけども、本当にいい天気を持ってきていただきました。本当にありがとうございます。昨年は残念ながら風で1日しかできなかったんですが、今年は、両日できることに非常に喜びを感じております。ここにこの舞台にこれだけの役者が揃って、それから車もいろいろ A 会場 B 会場 C 会場で桜の下で皆さんも桜とチューリップを眺めながらいろんな車を楽しんでいただければと思います。今年で第14回目を迎えることになります。これもライジオしていただいている皆様と、それから協賛いただいている各メーカー企業様団体様のおかげだと思ってますので、また心からこの場をお借りしまして、ご挨拶御礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。今日は一日、子供さんも多いんでですね、お互いにちょっと気をつけていただきながら、怪我のないように楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。本日は衆議院議員の日本自民党のモータースポーツ推進連盟議員連盟会長の古谷さんが来られる予定だったんですけども、ちょっと来れないんで、一応メッセージをいただいております。代読させていただきます。第14回目となるモータースポーツジャパン2019フェスティバルインお台場のご開催、誠におめでとうございます。今や全国各地で自動車関連イベントが行われ、モータースポーツファンはもとより、一般の多くの方が来場され、観光振興、地域創生の観点から大きな起爆剤となっています。私は自他ともに認めるモータースポーツファンで、今でもレース場に出場して楽しんでおります。日本の自動車産業は世界一ですが、モータースポーツ文化の定着がまだまだです。国会では自民党モータースポーツ推進議員連盟会長、自動車文化を考える議員連盟会長として、モータースポーツの普及に発展に取り組んでおります。自動車レースはしっかりした安全装置で装備でルールを守れば極めて安全なスポーツです。今日はモータースポーツに触れていただき、その迫力魅力を存分に感じていっていただければと思っております。今後とも関係者の皆様とともにモータースポーツ推進発展に取り組んでまいります。自民党自由民主党モータースポーツ推進議員連盟会長古谷啓一、以上でございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。モータースポーツジャパン2019フェスティバルインお台場、ここにいる出演者一同で日本のモータースポーツの魅力を今日一日お伝えしてまいりますので、どうぞ皆さん、先ほどご挨拶にもありました通り、見て聞いて触って、そして五感で体感していただいて、存分に今日、クロージングのタイムまでですね、楽しんでいただきたいというふうに思います。ということで、ステージ上の皆さん、今日一日どうぞよろしくお願いします。もう一度大きな拍手をお願いいたします。それではこれにてメインセレモニーは終了となります。ご来場の皆さん、もう一度出演者皆さんに大きな拍手お願いいたします。日置実行委員長、そして近藤正彦さん、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは